りの声斉藤雅人と申します。はい、久しぶりの更新なんですけども、お飲んでる今さりげなくいっぱいちょっとやりましたね、はい、ちゃんと先生に言われた通り、はい、水も飲んで、はい、紹介まだなんですけども、いきなり飲んでる、すいません。ではでは、龍蔵さんです。はい、どうも龍蔵です。よろしくお願いします。 YouTube でね、すごく有名なソロアコギギタリストとして今日はお越しくださいました。コラボということでやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。先ほどね、あのメイトン談義ちょっとね、そうですね、花を咲かせて、これからなんですけども、ちょっと龍蔵さんにこのウクレレを弾いてもらおうかなと思っております。ウクレレは龍蔵さん弾いたことありますか？過去にね、あったんですよ。お、過去やったんですけどね、はい、全然覚えてないです。過去にちょっとしたことで、はい、あ、なるほどなるほど。あ、ちょっと触って、まあ興味があって触ったことはあるみたいな。そうですね。あ、そんな感じで、はい。そんなギタリストの龍蔵さんがウクレレを持ったらどうなるかっていうことをですね、ちょっと今日はやってみたいと思います。こちらじゃあカマカです。お持ちください。いいですか？はい。早いですね、カマカってね。ちょっとまあそうですね。普通のやつよりかはまあ、はい。うわ。お。レアですよ、このね、龍蔵さんのクレモン。多分ね、なんかちょっと構え方を覚えてる気がする。こんな感じじゃないですか、大体。そんな感じです、そうです、そうです。はい。そうですよね。まあ、なんかでも、さまになりますね、ね、なんでも。こんな感じ。そんな感じです。いや、これ、ね、コードが分かんないですよね。なるほど。覚え直さないといけないのが、うんうんうん、なかなかね。三弦の開放弦がドなんですよね、ド。これが、三弦こっちか。そうそう。これがド。ドで、あ、ですね、ギタリストの人はウクレレ持った時にどういうふうに考えるかというと、5フレットにカポした状態の1,2,3,4弦です。うんうん、なので5フレットにカポ、はいはいはい、してるんです、ここに。はいはい、ソドミラっすよね。ソドミラ。そうですそうです、はいはい、そういうことです。ただこれハイGなのでね、1オクターブ上高い4弦、そうなってますけども、うんうん、音の並びは一緒なんです。うん、とは言いつつ、とは言いつつ頭が今こんがらがるんですよ。そうですね、そうですね、そういうことですね、はいはいはい、そういうことですね、はいはい、うん、今ペンタトニックスケールをね、もう早速もうね、控えてました。4弦は多分別枠で考えた方がいいですよね、もうね。そうですね、これが、はい、この子がちょっと惑わせてくれるんですよ、僕を。そうなんですよ、ね、ここをうまく使えるとすごくかっこいいんですけども、アルペジオにしてもね、やっぱり3弦から始まってると思った方が、なるほどなるほど、最初はいいかもしれない。 OK です。面白い。こんな弾き方しないですか？あ、します、します。普通にもうね、ギターみたいに3フィンガーとか合う、3フィンガーはいけそうですね。はい、へえ、いい音。おお、スパニッシュっぽいね、なんかね、なんでスパニッシュになったんだろう。ナイロン弦だからじゃないですか、多分。あ、そうかそうか。ちっちゃいクラシックギターみたいな、ガットギターみたいな。ちっちゃい。これは7か。7だと。あ、そうなんです。これポジションマークカマカって7フレットしかないんですよ。あ、7、うん、とここは10か。で、10、12。そう、ポジションマークがギターは5、7、9だけど、ウクレレ5、7、10だ。はい、あ、今気づいた。面白い。OK です。はい。で、あ、いけそうですよ。そうですね、今なんかフォームすごくいい感じです。そうですね。ただもうちょっと多分斜めに持った方がいいんじゃないかなと思うんですね。こういう感じで、はい、脇を締めた方が、あ、そう、結構手首をですね、こう使うんで、はい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 、横の方が少しいいのかなと。結構、まあ、ギターもどうですか。そうじゃないですか、なんとなく。どうなんだろう。生徒には言いますけどね。もっとネク前みたいな。そうですね。あの感じです。そうですね。はい。あの、瀬戸さんには言うけど、自分だとどうかなみたいな。あ、でも確かに今、初心者感出てた、これ。こんな、これ初心者感あるんですよね。そうですね。あの、やっぱ、フレット見ちゃうから。あの、そう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 。ここ見たいから、こう弾くんですよ。見ないと分かんないですよ、これ。で、こうやって手首弾くじゃないですか。うん、でそうすると、あの、まず、手ってね、あのこう横より縦の方がこうぐわっと広がるんで、うん、小指が使えなくなるっていうのと、はい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 、この弾いたまま例えばハイポジションに行こうとしますよね、はいはい、そうすると親指が回転し始めるんですよ、こっち側に。ああ、そうですね、そうですね。でそうするとこっち側にパワーやっても、はいはいはい、向こうの指はこう抑えられないですよ、別に、うんうんうん、こう行かないといけないんで、はいはいはい、なのでこう斜めにすると、そうですね、だからこういくってことですね、そうですね、全ポジション同じ角度で親指がね、うん、ネックに当たるっていう、うんうんうん、了解です。あ、いや、すいません。了解です。いやいや、なるほど。ギターだと多分ね、本能的にやってるところかもしれない。いや、多分そうでしょうね。ええ、手元が不安ですもん。
ですよね、きっとね、うん、はい、合ってんのかなみたいな、うん、合ってます、合ってます。で、これちょっとテナーなんで、ウクレレってサイズがあるんですよ、実は、うんうん、大、中、小って3つで、これ大のテナーサイズってやつなんですよ。これで大なんですか。これ大なんです。ギターの人からすると多分ちっちゃいですよね。ちっちゃいの、もっとちっちゃいんですか。もっとちっちゃいです。へぇ、12フレットぐらいまでしかないんで。へぇ、ほう、はい。なんでギターの人からするとテナーも、まあ、まあ割とちょっとちっちゃめなんですけど、うんうんうん、ウクレレの人からするとテナーって大きいなんですよ。でかみたいな。なるほど、はい、うん、僕もちょっと余裕が回ってきた。あ、ほんとですか。ちょっとうっとりなんかね、トロンとしてる。大丈夫です感じ。で、ちょっと斜めに持ってもらった方がね、あのここ、まあ、空洞ができて、うんうん、これ肘が入るんですよね、こっち前に。そうですね、うん、なのでやっぱね、あのこう開くストレッチフレーズとかが少し、うん、まあ、入りやすいかなという。で、これテナーサイズなんで本当はこういうストラップをつけて、重いんでね、やっぱり右手きついんですよ、やっぱり。なるほど、ずっとこうやってると、はいはい、しかもハワイの人ってみんな半袖なんで、はいはい、あの実はそのセーターとかがめっちゃ滑ってウクレレ落ちるっていう、はい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 、グラグラしてると。なるほど。なので基本やっぱね、あの素肌でペトの方がいいと思うんですけども、はい、これよかったらじゃあちょっとつけてもらいます。いいんですか。よかったらこう持ちますよね、はい、でウクレレのストラップはここにホールに引っ掛けるんです。お、これだけです。もうこれだけなんですよ。へー、ちょっとバランス感覚多分結構、あ、難しい。難しいですよね、きっと。ちょっと締めないといけないですね、こう。そうですね、脇は締めてないとこうパターンってこう前に倒れちゃうんで。まあ、このストラップもね、いろんな種類あるんで、ギターみたいにあのここにね、ピンつけて、うん、あの肩でね、かけるやつもあるんですけども。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、もうなんか新鮮すぎて、もうなんか。はい。じゃあ、そしたら、コードを覚えていただきましょうか。はいはいはい。はい、まず C のコードです、うん、C のコードは、まあ、薬指で押さえるのが一般的なんですけども、そうですね、うん、うん、そこですそこです、うん、はい、まあ、上からまっすぐ指の先っちょでっていうね、まあ、基本これですよ。そうそう、バチバチバチ、あ、いいですね、いいですね。そうそうそう。で、親指でね、今ジャラーンってやってもらいましたけども、これ、下4本の指をこうボディのこの縁に、ここに第一関節ぐらいまで入れてもらって、はいはいはい、そうですそうです。で、結構まっすぐにしてください。ほう、そう、そんな感じです。へー、はいはいはい。結構この手首が前に出る感じ。こういう感じなんですね。そうですね。うーん、で、あの親指はあまり動かさず、手首でこう下ろす感じなんですよね。マジっすか。はい。こうじゃないですか。そうじゃなくて、そう、あの結構ねやりがちなんですけども。こうなんだ。こういうふうに親指だけで弾いてしまうと、うん、各弦に対して親指の角度が変わってきちゃうんですよ。はい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 、4弦、3弦、2弦、1弦みたいな、はいはい、で1弦なんかこうカリンとしてあんま当たんないなみたいな、はいはいはい、であとさらにサウンドホールの上ぐらいで弾いてください。そこです。お、いい音、いい音、いい音で、ね、いい音。さすが。これと、はい、全然違う。違います、わかりますか。全然違う、全然違う。すごい綺麗。やっぱこっちの方があの弦硬いんですよ、うんうんうん、あのブリッジの方に行くとね、うんうん、12フレットがちょうど弦のこの弦のね長さの中央値なんですけども、はいはい、ここだとやっぱ弦がね大きく振動するんで、うん、ちょっと柔らかい感じのと。なるほど。サウンドホール付近だとちょっとお爪もいい感じに多分伸びてる。でもこの角度にすると当たんないですね。そうですね、そうですね。なのでもうちょっとまっすぐ目がいいですね。 これぐらい弦に対して90度ぐらい、こういう感じ。 そうそう。なるほど。でもうちょっとこう斜めに面白い、初心者になった気分ですよ、ね、なんか多分そう、こうそうです、そうです。で弾いた後、これ今1弦がやっぱり流動さんでもなるんですね、うん、1弦が あんまり当たってないんです実は。え、ここ当て、こう落とし、うん、親指落として、うん、で最後ボディにベタンってくっつけるぐらいまでじゃない。そうですね。あ、そこまででやっと一弦がこう等しくなってる感じ。本当だ。一弦振り下ろとしたら結構下まで下ろして初めてなんか4弦とか3弦とかで、ね、同じ距離こう下ろせるんですよ。これ奥深い。これメロディーのある一弦とか二弦がやっぱ声で浮き立ちやすい。なるほどなるほど。
全然変わったと思うんですよ、最初の音が。ですね。こうだ。もっと右手がですね。結構いい。結構まっすぐがっつりいくんですね。まっすぐドンと下ろす。うん。素晴らしい、素晴らしい。最初ちょっとね、親指が斜めでここら辺で当ててたと思うんですけど、うんうんうん、だいぶシャキッとクリアな。最初のやつやりましょうか。最初こんな感じです。そうですね。全然違うんですよ。ちょっと爪の雑味みたいなね、はい、エッジが当たっちゃってカリカリしちゃってると思うんですけど。全然違う。おお。先生さすがですね。あ、いやいやいや、とんでもない。上手だから。やっぱ習った方がいいですね。本当に何でも。でこれ並ばないと僕ずっとここでやってるわけですからね。まあそうですね、そうですね。でしかもまたちょっとね、そうですね。まあこれのいやこれね本当にね習った方がいい。全然違う。でもやっぱあんま見すぎちゃダメなんですねこれね。なんか正しい姿勢って芝見えないんですよ。ギターもそうかもしれないですけども。そうそうそう。見ようとするとやっぱり尺がやって一リアリぐらいの見えるけどみたいな。見てないとねわかんないですよね。だいぶ様になってきました。すごくいいですよ。バッチバッチ。基本ずっとここは締めないといけないですね。脇はね。そうですね。脇締める。そうですね。うん、あとまあ左手もちょっとまあ締めればね、あのやっぱりまあいいと思います。今でも惜しい、極めましたね。バッチバッチ。かなり意識集中しないとできないですけどね。まあ最初ちょっと違和感もねあるかもしれないですけども。うん、で次 A マイナーです。今日ちなみにあのスタンドバイミーをねやっておいただこうと。で A マイナーが、まあ、要はこれ E マイナーなんですね、ギターのね。ああ、はいはいはい、はい、で E マイナー下4本みたいな。なるほど。そういうイメージです。じゃあこれで A マイナー7って感じですね。そういうことです、はい、そういうことです。さすが中指でね、そうですね、はい、うん、おー、いい感じです。全然いいですね。素晴らしい。これは楽しい。そして次 F ですね、はいはい、F は C のコードの2あの下4本みたいな感じで、うん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 。ということはこれが F メジャーセブン。そういうことです。さっきの A マイナーと実は同じになっちゃうんですよね。あ、そういうことか。そうなんです。だからあ、そっかそっか、ベースもないから。そうなんです、はい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 、ベースの人が何弾いてるかによって変わってくるんですよね、うんうんうん、なるほど、うん、面白いですね、まあ、そこもね面白いですね。そこは面白いですね。ないところが逆にね、はい、はい。そして G7 がこれは余裕ですね。これはまあギターの D7 ですね。うん、慣れてます。そうそうそう、全く同じです。はい、まあ、左手もグリップさすがいいですね。全く問題ないと思います。はい、はい、じゃあそしたらですね、親指のストロークでスクラブ奏法っていうのがあるんですよ、うん、今この親指をゆっくり下ろすコードストローク覚えたと思うんですけども、これさらに伸ばしてもらって親指の側面をこうし、あ、それでもあるんですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、まあ一拍目でちょっと強調してコード和音ゆっくり鳴らしてシュッシュッシュ、うん、はい、うん、これはあのあれなんですよね、こう全部こうやっちゃったらちょっとくどい感じになっちゃうんで、ね、あ、なるほど、まあ、これも今可愛くてねいいんですけどね。なるほど。シュッシュッシュッで、これはもうフレットの真上でこうちょっと親指まっすぐにくっつ、うん、まあ、シュッシュッシュッと、あのスクラブってね、あの擦るっていう意味なんで、もうちょっと擦る感じで摩擦音で鳴らすという。スクラブ線が擦るって意味だったんですね。そうそうですね、そうですね、はい、でさっきのコード、このコード進行ですね。でこの C と A マイナーと F と G7。僕これあの今表を見てるから押さえれるんですけど、コード分かってないですからね、押さえ方まず一発目こういってじゃあやって、シュッ、お、さすがですね。そう、そう、力抜いて、爪当たんない方がいいかもしれないですね。こうか、そういう感じです。そうっす、難しい。こういう感じです。そういう感じです。そう、フォームチェンジもねスムーズですね。いいですね。そうそう、さすが。左手はね余裕なんですけどね、右手がね、右手多分ちょっと違和ね、あのいろいろあるんですよね、やっぱりね。久々にこんなに必死になってる。なんかすごい。そうそう、うん、強弱もはっきりしてていいですね、バチバチリ。はい。おお、あれもうできちゃったじゃないですか、スタンドバイミー。やったー。さすがですね、斉藤先生。いや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 、素晴らしい。楽しいですね。楽しいけど、
一個楽器極めるというのは大変なことですね。まあね、これだけですっごい難しいですもん。まあでもギターもそうじゃないですか、やっぱりね。そうそうそう、うん、これはね大変。他にも何かあるんですか。他にもあります。今親指でやっぱストロークしててましたけど、やっぱ基本やっぱ人差し指なんですよね。うん。でギターの人はこの人差し指の爪が自分のピックだとちょっと思っていただいてなんですが、まず右手結構パーしてください。はい、思いっきりパーで人差し指だけ折り曲げる。でできますか、この人差し指の先っちょだけちょっと力抜くみたいな。はい、あ、さすが、おお、できましたね。はい、これ抜くの結構難しいんですけどね。いや、難しいですよ、うん、多分抜けてない気がします。で、これで、まあ、大体12フレット付近を弾くんです。ここです、はいはいはい、ネックのところで弾くんですよ、うん、ギターの人はこのサウンドホールで弾くじゃないですか、うん、普通、うん、まあ、ここでも弾きますけども、一応12フレットの上の方で、はい、弾きます、うん、で、爪は面をね、あの、そう、下の方に向けてもらって、そうそうそう、そっち側にこう当てて、で、上からシュッとまあ下ろすとですね。そうです、そうです。OK、OK。で、結構勢いよくこうね、下ろしていくんですけども、うん、真下がここなんですよ、弦の真下。はい。だからここに向けていく感じなんで、そうそうそう。ああ、うん、こう落とす感じ。そうですね、そうですね。大体こういうふうにこう、あ、こう描いてしまって、うん、ストローク。一弦の当たりがね、甘くなっちゃったりする。ああ、さっきの同じですね。そういうことですね、そうですね。そこに一弦があるっていう意識で、そこにめがけていく。なるほど。はい。あ、いいですね。いい。でも手首硬いですね、やっぱりね。硬いですね。あの、こういうふうな感じで、うちわを仰ぐイメージですか。さっさっさ、手を洗った後、水を切るようなイメージで。なので肘から手首、手首から指の付け根、第一関節、第二関節、これ全部使うんですよ。人差し指はこういう動きをしてて、ああ、はい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 。で手首はこういう動き。でさらに腕をちょっと動かしてムチのように。なるほど。お、さすが。難しいな。そうそうそう、こんな感じか。そんな感じです。そうそうそう。なんかなんとなく悪い。あ、いいですよ、いいですよ。全部の弦がちゃんと鳴ってて、で音色がね、均一に全部鳴ってるっていうのがやっぱり最初理想かなと思う。うん。1個思ったんですけど、はい、爪削れそうですね、これ。あ、削れるかもしれないです。ただ、やりすぎるとね。大丈夫ですか？なんか、まあ、僕、あんまないんで。もともと生爪ですか？そうですね。おー、なるほど。フレットも一応ね、あのエッジ削ってるんで大丈夫だと思うんですけどね、柔らかく。やりすぎ、ハードでやりすぎると結構削れるかもしれない。そうですよね、うん、アップはもうこのままそのままアップは、人差し指まっすぐ伸ばした状態からこう、まあ、ペロンとこうめくるようなイメージで。いやらしい感じですか。いや、いやらしくないです。いやらしくないです。ちょっと酔ってます。ペロンとめくる感じ。ペロンとペロンとね、はい、こうかな。そうそうそう、あ、いいですよ、そうそう、うんうん、ちょっとなんか上手くなってきた気がする。いい音ですよ、すごく。ストロークはリズムとかシンコペーションはギターと全く同じなんで。すごい。お、すごいすごいすごい。さすがです。さすがです。やっぱギターやってる人なんか、まあでも右手のリズムの作り方とか多分共通点多いと思うので。そうですね、はい。あと左手もやっぱり余裕があるからこっちに集中できますよね。あ、そうですね、そうですね。うん、今日のやつをね、めっちゃゆっくり最初はやりますけど、レッスンね。皆さんもぜひね、斉藤先生のところへ。お待ちしております。あれ、ギターも教えてますもんね。ギターもやってます。エレキギターもね。アクレレのイメージも強いですけど。あ、YouTube はね、今、そうそうそう、アクレレだけなんですけどね、はい。エレキとアコギバリバリやりますね。あ、いい、とんでもない。ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。そんな感じで。そんな感じで。今日は、はい、コラボ、うん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあピカピカ鳴り始めたんで、そうですね、出ますか。はい、ありがとうございました。
ええー